いや、わかんないかな。今日濡れてるんですよ、すごく。前髪とか、本当はなんか服とかも濡れてる。今は濡れてないけど、すごいウェッティなんですよ。でも画面で伝わらないかな。伝わりますかね。伝わりますか。頭にはね、これはね、帽子です。ちょっと白飛びの帽子になるかな。お、待って、ダジャレ思いつきました。ずぶ濡れ、あ、まあずぶ濡れって言っちゃったじゃないですか、コメントにあったから。白飛び帽子の帽子。やばい、毎日ダジャレ思いついちゃいます。私どうしましょうね、ダジャレ職人になっちゃう。はい、言ってしまったんですけど、あの今日は週刊スパさんの SKE、 ずぶ濡れ SKE の撮影があって、すごい髪とか濡れてるんですけど、でも、ちょっと時間経っちゃったから乾いたかな。くまさんのギフトありがとうございます。肉まんのギフトありがとうございます。いつもありがとうございます。昔のジュリナさんみたい。ジュリナさんダジャレですよね。ダジャレの、ダジャレにの作り方をちょっといつか伝授してもらいたいですね。帽子もう一回つけて。帽子、帽子じゃなくてキティさん、白飛び帽子の帽子。そう、びしょびしょになったんですけど、もう乾きましたね、しばらくして。はい、霧吹きとかでめっちゃ濡らしてもらって濡れました。風邪ひかないようにありがとうございます。お風呂にすぐに入ってあったかくしようと思います。今日の服はモコモコを着ています。でもね、そろそろ新しい秋服、冬服を買わないといけないです。あ、発売日とかはまだわからないので、分かり次第お知らせしますけど、皆さん保存用と鑑賞用に買ってください。あ、でも見る用だけでもいいです。私も買います。初めて一人で雑誌の撮影だったので、これはちょっと記念、自分的にも記念品だなと思うので買いたいと思います。はい。でもあれですよね、なんかあれ買うの緊張しそう。ありがたいですよね、出させていただけるのは。感謝しております。めっちゃ楽しかった。何をしたかは秘密なんですけど、本当に楽しくて、本当にね、私はね、すごいめっちゃ楽しかったんですよ。だからね、またね、やりたいなって思います。何をやったか予想してみてください。ぜひ。何をしたか予想していてくださいね。でも分からないと思いますよ。私がそれをしてるところは今まで出したことがない、出したことないっていうか見せたことないので、意外なことかもしれません。
チマが前縄跳びしてたね。でもそういうのもヒントになるかも。すいません、お初です、よろしくです、ありがとうございます。でもアバターがねカステラにしてくださってる、ありがとうございます。ぜひルームフォローの方もお願いします。あと20何人かフォローしてくださったら5000人なので、5000人になったらアイスパーティーをしましょうっていうのをねずっと言ってるんですけど、あはあはは、今ねすっごいねあのねお腹空きましたね。皆さん夜ご飯なんですか？なんですか？あと24人、やったー、あと24人、ぜひフォローお願いします。お鍋多いですね。何鍋ですか？お鍋の具の中では私あれが好きですね、つみれ好きですね、肉団子みたいなやつ好きですね。唐揚げいいな、唐揚げいいな。でもちょっとあんまり夜とかにはちょっと池田は揚げ物を食べないようにしようと企んでいて、楽しんでください唐揚げ。カツ丼とそば、あいいですね、カツ丼とそばいいね。でも池田はカツ丼とうどんがいいですね。この前親子丼とうどんをね同時に食べました。餃子いいですね。餃子はあれですか、手作りですか、それともなんか売ってるやつですか？私はあれが好きですね、冷凍食品の餃子が好きで。でも1個買ってきちゃうと自分で焼いて、何個入りですっけあれ、12個入りとかですっけ、あれね全部食べちゃうからね、もう美味しくて止まらなくなっちゃうからあかんのよ。すき焼きはちょっとリッチすぎません？すき焼き高いよ、高いよ。牛肉ってめっちゃ高いよ、高いですよね。熊本から応援してます、ありがとうございます。熊本行きたいな、いきなり団子食べたいな、いきなり団子食べましょう皆さん。カステラも食べたい。湯豆腐で足りますか？豆腐だけですか？やばい、皆さんの夜ご飯コメントが相次いでいて、私はもうすごくお腹が減ります。お茶漬け食べてる、あーいいですね。お茶漬けのカリカリがいいですよね、あられがいいですよね、美味しいですよね。一生食べ物の話しちゃいますね。チキンカツ、うわー最高。オムライス、あ、オムライス好き。でオムライス私作れるですよ、作れるますよ、作れるますよ。なんか卵乗せておけばいいんですよ、包めないけど乗せておく。ホッケいいね、体にいい。そう、料理で思い出したんですけど、なんか SKE の平均あるじゃないですか、あれで私のインタビュー出てましたか？料理の時見た方いますか？見たよーって方いますか？見たよーっていう方いますか？これをさ全部かけちゃうとさ顔でかいよね、顔がでかいんですよ、わからない、いつもこうして。私なんて言ってましたか、インタビューで。
見た人いない？もしかして。今日のメイクどうですか？質問ばっかりしてる。質問ドラえもん。見れないだって。見た？人いない？これはいない説ある。ワンちゃん、見てない人多いですね。でもなんか料理のやつも終わったよね。もし見た方いたら、てこれから見る方いたら感想教えてください。あれ、もう終わってるよね、料理の会話。なんかね、あれですよ、なんかヒカリ TV とかで見れます。なんか住んでる地域関係なく見れると思う。あれ見れないか、すいません、その辺疎いもんで。こんばんは、こんばんは。私はね、20歳なんですよ。20歳なんですよね。髪伸びたね。確かに伸びましたね、髪。これ以上伸びたらどうしよう。伸びたと恐竜の卵。今日のメイクいい感じかもしれない。ということにしておこう。でもね、もうね、切るのもね、お金かかるしね、どうせね、伸びてくるからね、もうね、切らないでいこうって思ってるんですよ、私は。ポニーテールできる？できない。ポニーテールって結構あれだよね、長くないとできませんくない？できないですよ。なんかね、ポニーテールっていうか一つくくりみたいなのだったらできるかな。ポニーテールにするには髪の毛がね足りないの。うん、なんかめっちゃ変な髪型になっちゃった。やばい、髪の毛がやばい、変になっちゃった。外します。こういう編み込みをね、今日はしていただいたんですけど、見えますか？ふわふわ、やばい。ほら、パーマ、パーマ、パーマ見て、パーマすごい、パーマになりました。ほら、どうです？すごい、なんか今日、なんか最近すごいなんか都会みたいな顔になってきた気がする。早く都会の顔になりたいな。髪の毛がくるくるしてるとすごくいいですね。なんか都会が出る。パーマ当てればいいのかな。見てよパーマ、うん、パーマの宣伝隊長みたいな。見てよパーマ、うん、ほらパーマ。でもね、今日はねすごくね濡れて寒いので、風邪ひかないようにしてくださいね。いや、風邪ひかないようにします。まあ、みんなも風邪ひかないようにしてください。それはもちろんだ。それ
それはもちろんだが、私も風邪をひかないようにしないといけないですね。本当にすごいね、はい、思います。明日はちょっと緊張するので早く寝ます。さよなら、寝ます。今来た人はごめんなさい。ぜひルームフォローをしてまた今度配信するので見に来てくれたら嬉しいです。お願いします。グーチョコランタン。ランキング見ます。13位トさん、12位ソさん、1位じゃない11位ヒさん、10位ユさん、9位マさん、8位ミさん、7位アさん、6位ナさん、5位ゴさん、4位エさん、3位サさん、2位フさん、1位シさん、22位シさん、ありがとうございます。75位タさん、ありがとうございます。見に来てくださってありがとうございました。パーマ、パーマだよ。あ、で、ぜひルームフォローしてください。お願いします。また配信するのでフォローお願いします。フォローするですよ皆さん。みんなでフォローして5000人になったらみんなでアイスを食べたいと思います。アイスの種類は芋味です。芋味をしたいですね。芋味のパーマ、パーマじゃない、間違えた、芋味のアイスを食べたいです。初見さん、パーマかわいい、ありがとうございます。そのコメント見てたらね、あの芋味のパーマ、芋味のアイスをね買ってお祝いしたいので、ぜひ初めましての方もぜひルームフォローしてくださったら嬉しいと思います。芋ありがとうございました。また見に来てください。ではさようなら。